新潟の皆さん、いつも応援ありがとうございます。アルビレックス新潟の堀米雄斗です。今、新型コロナウイルスの感染が再び増え始めています。これまでと違うのは、高齢者の皆さんだけではなく、僕たちのような若い世代にも感染が広がっていることです。僕たちの身近でも新型コロナウイルスの陽性事例が発生しました。お盆を目前にしたこの時期、皆さんに改めて感染対策を意識していただけるように、僕たちの経験談を踏まえて振り返りをお話ししたいと思います。今回チームメートが陽性となって、新型ウイルスがすごく近くまで来ているんだなと実感しました。最初にチームから陽性者が一人出たよと連絡があったのですが、誰ですかと聞くのも迷っていたところで、本人から僕がなってしまいました、申し訳ありませんと、すごく、反省した様子で、連絡が来ました。今新型コロナウイルスは誰が感染してもおかしくない状況で、感染したくてしている人はいないので、みんなでなんとか元気づけよう、勇気づけようとメッセージを送りました。はい、体調面では、倦怠感と頭痛がひどかったと聞きました。精神面ではよりこう苦しく辛く、ホテル療養だったのですが、何も気力が起きず、とにかく自分よりも周りに迷惑をかけてるんだなっていうふうに、実感してすごく落ち込んだと聞きました。ただ、自分たちにできることはとにかく勇気づけて、元気づけることだったので、仕方がないよって、とにかく休んでくださいというメッセージを送りました。自分たちもそうでしたが、本当に身近に、陽性者がいないとなかなか危機感を持つことって難しいことだと思います。ただ自分たちも本当に身近に陽性者が出たことで、改めて生活を見直す必要があるんじゃないかと考えました。今までの生活じゃ危ないというメッセージだと捉えて、行動を変えて、より強く感染対策を徹底しています。チームとしては引き続き手洗い、うがい、マスクの着用、消毒などを徹底しています。僕個人としてはアルコール消毒を持ち歩くようになって、今まで置いてあるところでやってたのを少し頻度を増やして、何かするたびに消毒をするっていうことを心がけてやっています。自粛期間が長引いて、注意をしているつもりでも、ついうっかりの行動をとっていませんか？手洗いやうがい、手指消毒がおろそかになっていませんか？食事の時、会話をする時、マスクを着用していますか？今では誰が感染してもおかしくない状況ではあります。しかし、意識して変えられるところはまだまだたくさんあると思います。僕たちアルビレックス新潟も改めて感染対策を徹底して、この状況を乗り越えていきたいと思っています。皆さんと一緒に新潟が一丸となって、この状況を乗り越えたいなと思っています。新潟県とアルビレックス新潟からのお願いでした。